石垣島といえば何が思い浮かぶでしょうか。カビラ湾、石垣牛、具志堅要高と様々ありますが、その中にダイビングも入ってくるでしょうか。せっかく石垣島に来たならダイビングしてみようかなという方も多いはず。ということで、今回は海の教室の人気メニューの一つであるプレミアムコースについてご紹介します。ただの体験ダイビングとはわけが違うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。プレミアムコースとはライセンスなしで OK、 体験ダイビングを2回潜るコースになっています。コンディションが全て良ければ2回目のダイビングでマンタに会えるかもということで、マンタプレミアムとも呼んでいます。では冒頭触れたように、何が体験ダイビングと違うのでしょうか。一緒に見ていきましょう。基本的に全てインストラクター任せの体験ダイビングではマンタポイントに行くことができません。理由の一つ目は、マンタポイントが体験ダイビングとして潜って良いとされる規定の水深よりも深く、移動距離が長い点が挙げられます。そして2つ目に、マンタポイントは多くの船が頻繁に行き交うエリアのため、ダイビングの途中で水面に浮上することができない点も挙げられます。大きくこの2つの理由で、1回の体験ダイビングではマンタポイントをご案内することが安全上できないんです。ただそれでも行きたいという願いを叶えるために、このプレミアムコースがあるわけです。マンタポイントで安全に潜るためには、最低限のスキルとルールを学ぶ必要があります。そこで海の教室ではこのような流れでご案内をしています。まずダイビング前にしっかりとスキルやルールを学びます。次に実践としてスキルを練習します。これらを達成することで、より自信を持って潜れるので、2本目のダイビングにマンタポイントへのチャレンジが叶うという流れになっています。もっと細かい点に関しては海の教室のホームページに書いてありますので、気になる方は動画の端または概要欄に貼ってあるリンクよりチェックしてみてください。春だけの限定キャンペーンのページもありますので、お見逃しなく。実際の映像がこちら。運が良ければ私たちの目の前をゆったりと泳ぐ姿を観察することができちゃいます。さらに運が良いと、こんなシーンにも遭遇できるかもしれませんね。経験あるスタッフが初めてのダイビングであってもしっかりとサポートしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。